おかしなこと言ってもいい？僕と結婚してくれ。なにね、なんとかハリントンのお店の中にいるお姉さんが僕の顔をじっと見ている。見やすいところで見てってくださいね。はい、ということで早速始めてまいりましょう。改めまして皆さんこんばんは。ようこそ東京ディズニーランドへ。私たちは東京ディズニーランドの魅力を皆さんにお伝えするために登場しました。ジップズームガイドツアーです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、あれ、ここ照明入る場所はずなんだけど、今日は入らないかな。大丈夫かな。今我々の顔見えてます。大丈夫ですか。じゃあ大丈夫ですね。じゃあこの感じで行きましょう。さあ、皆さんね、今から我々ここでね、15分くらいですか、キャッキャキャッキャしてまいります。その間ね、寒いなって方もう遠慮なくこうね、小刻みに、揺れていただいたり、お手元にねシャカシャカすると熱を発する謎の物体ね、お持ちの方いらっしゃいますね。遠慮なくこうシャカシャカしていただいて、いや今日なんかね春みたいな陽気になるはずだったんですけどね、予報では、ちょっと寒い日になっちゃいましたんで、寒さに負けずに楽しんでまいりましょう。さあ、そしてね、そうこうしているうちに非常にたくさんの方お集まりいただいております。もしよろしければね、ありがとうございます。皆まで言うなとしゃがんでくださる方がいらっしゃいますね。前列の方しゃがんでいただけると、後ろの方まで見えますんでね、ご協力ありがとうございます。ただね、途中でしんどくなったら遠慮なくこう立ち上がってくださいね。全然無理にとは言いませんので。さあ、ということで、前置きが長くなってしまいました。さあ、本日も東京ディズニーランド37のアトラクションのご紹介から行ってみよう。グループ集東京ディズニーランドのアトラクションスタート。オムニバス、ベニーアフィード、カリブの海賊、ジャングルクルーズ、ウエスタンリバー鉄道、魅惑の地球ウム、スイスファミリーツリーフェス、カントリーベアシアター、ビクサンダーマウンテン、トムソーヤトイカダ、ジョンセンマークレインボー、スプラッシュマウンテン、ビーバーブラザーズのカヌー探検、ピーターパン、サランタで白井トイレ、シリンの神と、アンテッドマンション、ソラトルダンボ、キャッスルカルーセル、シンデレラのエアリーティールホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのフィルハーマジック、ピノキオの冒険の子、イッツ・ア・スモール・ワールド、プーさんのハニーハント、ロジャー・ラビットのカートン・スピン、ミニーの家、ミッキーの絵とミート・ミッキー、チップ・ベイルのツリーハウス、ガジェットのボーコースター、ドラゴン・ベータ・ルーヒーのインターネット・プレイハウス、トゥーン・パーク、スティッチ・エンカウンター、マズラ・トゥイヤーのアストロ・ブラスター、スペース・マウンテン、スター・ツアー・ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー、ラスト・1個、モンスター・ズ・インク、ライブ・アンド・ゴー・セーク。ありがとうございました。東京ディズニーランド37のアトラクション一気にご紹介してまいりました。さあ、そしてね、今そちらのお兄さんお姉さん、いやあなたです、あなたですよ、今ねチュロス召し上がってましたよね。ごめんなさいね、変な絡み方して。皆さん、チュロスってチュロスの巣が複数形の S だってご存知でした？そうなんですよ、実は単数形だとチュロなんです。だから、今お二人一本ずつ食べてて、2本持ってたじゃないですか。あれで初めてチュロス、お二人が召し上がったのがあれがチュロスでございます。皆さんが普段一人で1本食べてるのはあれはチュロです、ね、そんなに興味ない、そんなに興味ない、お父さん僕の話より10より興味ない、ね、誰か買ってくれる男性が現れるといいですね。はい、ということでね、さあさあさあ、続きましてはね、ただいま開催中のスペシャルイベントご紹介いたしましょう。さあ皆さん、あちらご覧ください。ワールドバザールのね、出口もブルーにライトアップされて、まだねちょっとだけ明るいんで、シンデレラ城のライトアップなる。ね、シンデレラ城もライシンデレラ城のライトアップがね始まって、まだちょっとね、空が明るいんでね、若干、鮮やかには出ていない。これなんだ、握手でもない、なんだこのコーナー、かわいいじゃない、かわいいじゃない、おかしいおかしい、なんですかこのコーナーライトアップが始まりました、ね。さあこのね、アナとエルサのフローズンファンタジーのね、期間中は、ブルーにライトアップされております。さあ、ということでこのね、ただいま開催中のスペシャルイベントも残すところあと10日
10日ほどとなりましたね、19日までで終わってしまいます。さあ皆さん今日ね、このアナと雪の女王の世界をお楽しみいただけましたでしょうか。さあそうは言ってもこのディズニー映画アナと雪の女王という映画ね、もう4年も前の映画になります。そうなんですね、毎年毎年こうやって東京ディズニーランドではね、アナと雪の女王のイベントをやっているんで、割と最近の映画のような気がするんですけども、実はもう4年が経過しているんですね。それでね、もうそろそろどんなお話だか忘れちゃったなという方もいらっしゃるかと思いますので、今日は、アナと雪の女王どんな内容だったかね、映画の中に登場した楽曲をお時間の許す限り何曲か皆さんにご紹介していきたいと思います。さあ、本日最初にご紹介いたしますのが生まれて初めてという曲でございます。さあこの生まれて初めてという曲、皆さんどんな曲だったかご存知でしょうか、ね、アレンデル王国というね、アナとエルサが住んでいる王国ね、長らく扉が閉ざされていました。ところが、エルサが女王に即位するということで扉が開き、十数年ぶりに海外からいろんな人々がやってくる、ね、その時に、エルサは人前に出ることに不安を覚えますが、アナは人前にいろんな人に会えることに期待を、覚えていく、そんな楽曲でございます。本日はねこの生まれて初めての、アナのパート、アナがね、いろんな人に会える外の世界に出られるってウキウキしている部分、ピックアップして皆さんにご紹介したいと思います。それでは早速参りましょう。アナと雪の女王より生まれて初めてのご紹介です。こういえばいろんな人に会えるのよね。あ、運命の人にも会えるかも。今夜は美しいドレスでおしゃれして、誰よりも魅力的に、突然気がつくの、素敵な若者に恥ずかしいからチョコ食べちゃう。いろいろお話しして仲良くなるの、なんか変な気持ちね。ウキウキしながらお城の中を走り回って、お城に掲げてある絵画に合わせてポーズをとっていく、そんなシーンを再現してまいりました。さあこの後ね、アナいよいよお城の外に飛び出して街中を走り回っていきます。街中を走り回った結果何が起こるかというと、アナが馬に引かれますね。そうでしたね。なんでしょうね、こう交差点みたいなところね、ま、横を見ないで左右見ないでキャッキャッキャッキャ言いながら走っていくと、横から馬が突っ込んでくるわけでございますね。皆さんも子供の頃、幼稚園ぐらいの頃ですかね、お母さんや先生に言われましたね。道路を渡るときは左右をちゃんと見てから渡りなさい、ね。そんな教訓を皆さんに示した後、物語が動き出すわけでございますね。あの馬には誰が乗っていたか、そう、ある王国の王子様、ハンス王子という人が乗っておりました。さあ昔からね、昭和の時代から、年頃の男女が、曲がり角でぶつかると恋が始まると相場は決まっております。ね、皆さんもね覚えがありますよね。あの、行ってない遅刻しちゃうと言ってね、パンなんかかじりながらこう走っていくと、大体ね、横から人がぶつかってきて、そこからなんだか恋が始まっていくもんでございます。さあこの分に漏れずね、アナと、ハンスも恋に落ちていくわけでございます。なんか雑ですね、ごめんなさいね。ちゃんと話聞いてるんですね。あの、私なんかもう喋っても喋っても大道君がずっとしてるから、この人が話聞いてないのかなと思ったんですけど、私が噛むとちゃんとリアクションを取ってくるから聞いてはいるんですね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。じゃあ噛まなかったところもちょっとリアクションもらっていいですかね。はい、というわけでね、
ハンスとアナが、恋に落ちて、これから仲良くなって、物語が動いていくわけでございます。さあ、ということで、本日はね、もう一曲皆さんにご紹介いたしましょう。扉開けてという曲がありましたよね。さあ、皆さんこの扉開けてという曲、どんな曲だか覚えていらっしゃいますか？いわゆるラブソングでございます。はい、ということで、先ほどのねそんなに呆れなくてもいいでしょう。今さりげなく一歩引いたよね。仲良くしてください。お父さんこれやってみようよ、楽しいよ。はい、というわけでね、今日ご紹介いたしますのはなんとあの扉開けてという曲でございます。そうだよな、お父さんはそういう感じだよな。はい、ということでね、さあ、この扉開けてという曲もね、音楽だけではなく映画にこんなシーンありましたねっていうのを、我々で再現していきたいと思います。ここまでご説明してね、この後何が起こるか、予想がついた方もいらっしゃることでしょう。要するにですね、今から我々二人で、アナとハンスでイチャイチャしてまいりますのでね、そうです、そうやってねニヤニヤしながら見るのが正解でございます。はい、ということで皆さんお付き合いください。アナと雪の女王より扉開けてのご紹介でーす。アレンデル王国の扉が開き、兄弟に無視されていた境遇など似た者同士だと思い歌を歌うアナとハンス、二人が心を開いていく様子がよくわかります。ほら、水泳の水がいっぱいあるよ。教えてよ、何が好きか。僕と同じじゃないか。スタッチはよく似てるね。あ、まずそんな考えてること、感じていること、そう本当に似てるね。二人寂しい日々に、もうお別れしよう。二人だから、扉開けて飛ばせるよ。今もう二人だから、ハリウッドのお店の中にいるお姉さんが僕の顔をじっと見ている。すごい、こんな感じで見てる方が。わあ、いやー、これ今度から扉開けてを演じるときはこのステージ場所を選びましょうね。なるほどね、こんなことになるんですね。いやー、まあ皆さんがそうやってニヤニヤしてくださってるのがせめてもの救いでございます。はい、ということでね、扉開けてご紹介してまいりました。さあ、こっからね、物語がどんどん動いていくわけでございますが、今日はねお時間となってしまったんで、この辺りで、終わりにしたいと思います。また機会がありましたらね、ぜひ他の楽曲も皆さんにご紹介したいと思います。それでは今日はこの辺で、皆さんこの後も夢と魔法の国際ディズニーランドで素敵なひとときをお過ごしください。お送りしたのはチップスメイガイドツアーでした。それでは皆さん、いってらっしゃい。立ち上がってください。さあ、寒い中たくさんお集まりいただいてありがとうございます。ご覧ください。そうこうしているうちに美しい鮮やかなブルーにシンデレラ城がライトアップされました。さあ、夜もね、皆さん冷え込んできそうですね。あったかくして寒さに気をつけて楽しんでいってください。またお会いしましょう。いってらっしゃい。お誕生日おめでとう。いってらっしゃい。またね。いってらっしゃい。バイバイ。時間ですね、レストラン一つご紹介しましょう。皆さんの高校にあるセンターストリート
足でも入れるようになってますんで。そうなんですよ。いいリアクション取るね。いいよ。そう、予約者でもああやって並べば必ず入れるようになりましたね。並ぶ、そこはリアクション薄くしておいてくださいよ、ね、並べば入れるわけですから。はい、ということで、皆さんよかったらね、ディナーにお試しください。またお会いしましょう。ナイスデイ、いってらっしゃい。